ハルト舞台芸術、センターベル劇場オレゴンバッハ音楽祭は、アメリカ合衆国のオレゴン州、ユージーンで、毎年6月下旬から7月上旬に開かれる、音楽祭である。音楽祭のプログラムは3つの柱から成り立っている。まずゲストの演奏家によるコンサートで、これまでに、ボビー・マクファーリン、フレデリカ・フォン・シュターで、ヨー,ヨーマ、ゴシマ・ミドリ、サラちゃん、クロノスクアルテット、 ザ・ファイブ・ブラウンズ・ PDQ バッハが出演した。次に合唱とオーケストラのための作品の移植初演である。最後に教育活動で世界各地から参加者を集めてのマスタークラスを開催している。音楽祭はオレゴン大学の支援を受けており、会場にはハルト舞台芸術センターとオレゴン大学内のベル劇場が使用される。コンサートの模様は ミネソタ公共ラジオで中継される。音楽祭は1970年にヘルムート・リリングを芸術監督に創設された。リリングのもと、ヨハン・ゼバスティアン・バッハのカンタータ、ミサ曲、ジュナン曲が次々と演奏され、1985年のバッハ生誕300年祭では、ヨハネ樹南曲、マタイ樹南曲、ミサ曲のタン長、6つのブランデンブルク競争曲が、 演奏された。また、バッハの作品だけでなく、バッハにインスパイアされた作品も演奏されるようになった。ありがとうございます。